鉄道神社は、大分県大分市金目町に鎮座する神社である。JR 九州大分駅の駅ビル、JR 大分、四季屋上の、四季屋上広場内に位置する。大正時代の大分駅。映っている日本の楠の木で、鉄道神社が建立された。1911年11月1日に開業した大分駅には、翌1912年春に、 駅前に2本のクスノキが植えられた。このクスノキは母・ソハラ・ヤワタフルの参道に育っていたものとも、府内町にあった、軍役所の前提に植えられていたものとも言われる。クスノキは高さ20メートルほどに成長して、駅の象徴となっていたが、駅構内の拡張工事の障害となり、移植も困難であったことから、1964年8月に伐採された。 翌1965年、伐採されたクスノキを使って、大分駅急駅舎屋上に、鉄道神社が建立された。この神社には、文語国一宮である母ソハラ、八幡宮の分霊が誕生されている。前述の通りクスノキの由来には、諸説があるが、仮に母原、母ソハラ、幡宮の参道にあったものであるとすれば、 母ソ原八幡宮山道の楠の木で作られた社に、母ソ原八幡宮の分霊が勘定されたことになる。なお、伐採された楠の木からは二面の能面も作られ、駅長室に飾られている。2012年3月17日の大分駅高架化完成後、旧駅舎の取り壊しと、新駅ビルの建設に伴い、鉄道神社は一時的に、 高架下の九州旅客鉄道を置いた市社内の仮殿に移された。そして、新駅ビル、JR 大分市機の完成に伴い、その8階部分に設けられた屋上庭園、市屋上広場に潜座し、2015年4月10日に本殿潜座祭が行われた。ありがとうございます。